よさん。はい。こっち聞いてよ。どこにいるんですか。なんで今変なとこ隠れてたんだよ。隠れてないです。あそこに被り物が売ってたので、なんか。え、被り物？はい。それ買ってきたん？買ってないですよ。え、え？なんでもない、なんでもない。なんでもない、なんでもない。うん、ですよね、うなちゃん。はいはいはい。圧がやば、圧が。圧が怖い。はい、大丈夫ですよ。はい。ヒロさん、今日はですね。はい。僕がヒロさんに聞きたいことありまして。はい、何ですか？来てもらいました。はい。で、スプラ1のさ、映像、ニンテンドーダイジェストで見たんですけど。はい。ヒロさん見ましたか？あ、僕も見ましたよ。あ、見てくれたんだ。はい。うん。そこに出てくるさ、靴屋さんかな？もともとロブがいた靴屋さんに、なんか、アジオって名前の人がいて。アジオ？アジオ。ちょっと名前がさ、はい、似てるなと思って。はい。ヒデオさんとね。だから、これもしかしたら親戚なんじゃないかなって俺思ってるんですけど、どうなの？うのちゃん。はい。おしか会ってないじゃないですか。いや、なんか、味よって見た瞬間、俺、味よさんって言っちゃったんだよ。似てるよ、名前。いや、まあ、似てますけど。はい。親戚じゃないですよ。違う人なんだ。違いますよ。あれ、カラッと上がっちゃってるじゃないですか。なんか、上げられちゃってるし、そのまんま靴履いてたぞ。多分、ひでよさん似たような靴履いてね、今。そんなことないですよ。もしかしたら、アジオさん本人なのかもしれない？あ、違いますよ、僕。違いますよ。はい、関係ないの？あの人と。僕はカラッとしてないので。ところで、その服かわいいね。これかわいいですか？これかわいい。欲しい。これ、僕お気に入りなんですよ。これさ、なんかさ、任天堂のさ、はい。なんかオンラインストアで売ってなかった？同じの。売ってましたよ。売ってたよね。買った？はい。いやいや、それはどっちに聞いてんですか？え、何が？はん？え？え？え？どっちって誰に？アジオさんに聞くか？ヒロさんに聞くか？だから、違いますよ。アジオって誰ですか？アジオはカラッとやったやつだよ。アジオはカラッとは別人ですよ、あれは。あいつまだ存在してないんだろ、俺らのネタにされてるぞ。この話はもうダメですよ。